はい、じゃあやっていくか。4月の焼きそばシングル大会を。じゃあ今日は4人なんで4人リーグやりましょうということで、最初に焼きそばパンマン VS カップ焼きそば&琥珀 UFO をやっていきましょう。いやこれマジ間違えるわ。アンドがね一番謎だよね。一番あ、そういうこと？なるほどね。じゃあなおさら琥珀 UFO が意味わからん。はい、それでは4月のレディース大会やっていきたいと思います。第1部シングル大会、皆さん盛り上がっていきましょう。はい、というわけで焼きそばパンマンバーのカップ焼きそば&琥珀 UFO。 いや琥珀 UFO って何？琥珀 UFO ってねえあれどうなの、カービィ俺結構怖えんだけど、グロくない見た目。コーンにバコッと入ってさ、なんか頭ボーッてね、綺麗すぎて怖いよね。さあではまず最初の試合はお互いに、さあ中段当てて暴れは潰す、そこをバスト使って中段にはしっかりと後ろジャンプでかわしていく、ジャンプしカウンター、さあ画面端に追い込んでいきたいが、ここは付箋かけていて、おうまっ、ジャンプ特殊から、特殊じゃねえや、ジャンプリーから画面端は届くけど拾えない、少し遠かった。さあエリアルが怪しいぞ、琥珀 UFO、 琥珀 UFO エリアルが、まあ、なこっちも投げ締めだね。うまい。さあこれはバーストで1名を取り留めるが、空中引っかかる、カップ焼きそば&琥珀 UFO。 まず第1ラウンド奪っていけ、ジャンプ後ろから前エビ、さっきからどういう使い方してんのマジで、沖で使っていく、さあしっかりと画面端さあ重ねてギリギリガードしている、さあしゃがみガードを一瞬混ぜて垂直ジャンプ C から一気に倒していく、そうこれで 1-1。 さあ最初にトモ食いを果たすのは誰だ、全員焼きそば、焼きそばは焼きそばを食らう、絵面的には何もねグロくないよね、混ぜるだけだからトモ食いとかって言われても一番弱い今のところ塩焼きそばが、周り全部ソースだから、あー俺も大体カップ焼きそばとか塩しか食わんな、塩焼きそば美味しい。お塩調子ですね、やつは。さあ、いてて、あっ、さあ、なんか、あっ、さあ、タッチ振ってジャンプしている間に、カップ焼きそばが走ってきた。いや、そうなんですよ。さあ、まず勝っていくのは。カップ焼きそば&琥珀 UFO。 じゃあ続いて塩焼きそば VS ソース焼きそば、いいねここね、鉄板だね、マッチアップ的には。
焼きそばパンをカップ焼きそばが食っちまった。で焼きそばとパンが逆になってんだよ。そう。食われちまったよ。え？ああ。混ぜる。アヒージョみたいにつけるんだよ。さあ続いては塩焼きそば VS ソース焼きそば。痛い。さあヨモも最近は、まあ、ブレイブルー自体の頻度は少なめですが、さあ問答無用で攻めの焼きそばとかなんか嫌なんだけど。さあ苦しい。さあソース焼きそばが攻めてくる。ああやっぱ塩はソースに勝てねえのか。ああ濃いめだから痛い。さあまずいわよ。うまっ。さあソース焼きそばが塩焼きそばなんとか。ああ中段が怖い。美味しい。さあラッキーキャンセルから攻めたいが、おおマジ塩焼きそばが飛び越える。あーなんだ芯がない。うっ猫にゃんぼを抑えなくなればといったところですか。さあいらないもんは捨てて相手が来るのを待っている。うえ危ない。ああ危ないよ。いろいろ危ないの二乗。フライパンは使わせてくれない。危ねえぞと。しかしあと10年まで。まあ焼きそばはねホットプレートで焼けよっていうことですな。フライパンじゃダメだぞっつって。さあまずはじゃあ続いてですね、焼きそばパン焼きそばパンマンと ソース焼きそば。これにすんだね。まあ、ヨモもね髪20センチぐらい切ったらしいんで、もう実質焼きそば。ああもしかしたらその20センチはやはり自らの髪の毛で焼きそばを作ろうとした可能性は。イカれたやつの発想だけど。今焼きそばが焼きそばを食らおうと。俺は相手をしようって。確かに。だパンを今外すか外さないかのバトルだね。いやでも今のところねやっぱりねソース焼きそばやっぱりホームだからね焼きそば界は。一番アウェーがないから。確かに。まあ確かに一応。一応ね麺自体に味がついてるわけではないですが。焼きそばは入ってる。ドン。さあ焼きそばパンマン意地見せるか。なんの？あ、
粉のね、粉の混ぜるのむずくないですか。マジむずいんだよな、あの塩焼きそばが粉っすよ、大体。あのカップ麺も塩焼きそば大体パウダーな気がする。毎回どっかが辛くなるんですよ。そう、さあカップ焼きそばじゃねえや、ソース焼きそばがソース焼きそばが焼きそばパンを燃やしていく。危ない、持続が中断。ソース焼きそばの中断はまずいよ。ギリギリがあるから、ここ読み合い。さあ一瞬待っての打撃でしたが、下段。さあソース焼きそばリーサルですが苦しい。クータ行く、あっぶね、あえらい、ラピキャン読みのクーナゲー。さあソース焼きそば、やはりお前やりに来たか。ドイツが本物の焼きそばかっつうのを分からせに来た。じゃあ続いてカップ焼きそば&琥珀 UFO VS、 あちゃ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 、塩焼きそば間違えちまった。さあこんなやばいんだよこれ。ナイスだ。今までの過去を凌駕する焼きそばが好きってこと？何カヌレって、何カヌレ、さあ下段からトゥンツンツン、ピョンピョンピョン、今までの過去を凌駕する焼きそばが好きだった場合さ、焼きそば好きか。ああ、あるよ。うまいけど繋がらん。さあここは切り返しを警戒しましたが、結果的には杉さんが読み勝ったという方向。危ない、ダーマン。さあ琥珀、ああ琥珀 UFO、 ここは思い切りをよく使っていく。これどうなんだ、うわー、うわ難しいことか。カヌレブルー、いてえ、フライパンで焼きそば焼くかやーっつって。さあボムー、塩焼きそばには爆弾が必要なんだよ。ああ対空から、さあジャンプしたし出ちゃいましたが、ジャンプ特殊じゃない、まあ、マジ特殊って言っちまう、マジ頭がグラブルになってる。脆弱ね、強くない、脆弱ってどういう意味、強弱か、違うのは。あ、琥珀 UFO、これはどう出る、
ダル。さあ読んでいる。うらー、確かに3分で試合つけてやるってことでしょ、決着つけてやる。面が伸びるか、試合が終わるかの瀬戸際にいます。さあ鏡くらい、久しぶりはやはり確認できないでしょう。おーベロベロバー、カグはしっかりと切り返しを読んで、トントントン、ヤシオ焼きそばリーチまである。さあ中段からトントントン、おー着信前が合っていた。さあ勝っていくのは塩焼きそば。じゃあ塩焼きそばちょっと連戦です。塩焼きそば連戦で、焼きそばパンと塩焼きそば。ちょよもぎは待て、いやそう間違えた、これ塩焼きそばと焼きそばパンマンが戦い。そう塩焼きそばパンマン、塩焼きそば待ってるよこれ水、これ水飲んだ。谷川蓮舫ってどこ、これすごいねこのキャップ。今大箇所いくら入れたの、みんな結局競馬狂ったようにかけてんの。よしよし、他のやつら結局結局やっぱ一度ハマるとゴンザレスはマジよんあいつはまああれだよ、小学っつったらあれだけど、やっぱ一度勝ってから入れちまうようになっちまったっつって。さあ塩焼きそばか焼きそばパンマンか、勝つのはどっちだ。勝つと、まあ、塩焼きそばパンになる可能性もあるし、焼きそばパンの麺が大盛りになる可能性もある。ジャンプし当てて画面端手叩く。さあファジー暴れを潰すように飛車が見えたら、で画面端のコンボ決めて、まずい焼きそばパンが画面端を、なんでおじさん、トン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 、今ディバイダー2ヒットしてた、でも2ヒットするよね。ただアッシュゲダンから塩焼きそば、まさかのここからあるか、一応リーサルじゃないか。あっ OD はしない、 OD 逆にキノコマンは使わない。ダークダルさんを信じている。さあかなりリードを取ったのは焼きそばパンマン。ベリアルエッジ買えな、焼きそばエッジに買えない。うまっ、高み火置いといて中段。さあ持続じゃないのでコンボにはいけませんが、オーディ、うわ投げすか、これはでけえ、なんで焼きそばパン打っていく、投げ抜ける。さあ対空は何も出していなかったので上を通り過ぎてしまいますが、ホームランです。危ない宝箱、中には焼きそばが入っている。
さあお尻のプレゼントがダルさん刺し塩焼きそば盛大にまずあれあれそうお互いにおちょっと焼きそば作りすぎてんじゃないの二人とも。さあ下を潜って捕まえに行きますがホームランです。さあクータ行く素晴らしい。さあ奪って、さあハディジャンプから逃げていく垂直。さあ投げに対してカーリー警戒している。おおどうできるのかな。まずい下段卓。さあ画面端、体力は同じくらいではありますが、オーディさあなんかいろいろあったぞ、いろいろあるぞ。さあ画面端継続している。これはさすがにじゃないですか。どうですか焼きそばマン、焼きそばマン。さあ最後はしっかり決めていく。お見事。じゃあ結果的に優勝決定戦になってしまったが、これでカップ焼きそば&琥珀 UFO が勝てばリセットだ。ルーザーズみたいになってる今。じゃあ行きましょう。カップ焼きそば&琥珀 UFO VS ソース焼きそば。やっぱソース焼きそばによって名前を書き換えられた。この恨みはかなりでかいんじゃないか。いやこんなん飲んでっからクラフトコーラなんかね、甘め控えめ炭酸控えめのコーラなんだ作る作るコーラで、クラフトって言っても作るしかないよね。お手製のコーラみたいな。わかんない、見てほら、クラフトってなんだろうね。さあその場起き上がりからしゃがみ選ばれて、でも俺コーラ今まで好きじゃなかったんですけど全然飲まなかったです。初めてこの飲んで、俺普通のコーラ全然飲まないですね。さあ空対空 AK と使うのがうまいソース焼きそば。あーさようなら釘さん。さあ琥珀 UFO 後がない。炭酸飲む？飲まないね。俺も飲まない。うまい。さあ前シースカ見てから DDG にしよう。表下段してくる形いる。あーあー何君ら焼きそば作りすぎちゃう。送らせ。さあ一度距離を離し立ち勝つんだ。それにさあ画面端さあラスト OD に回したかったっぽいが来るね。あーっとここはバキが早く出ていた。さあというわけで第1部優勝をつかんだ焼きそばはソイス焼きそばになりました。おめでとうございます。俺の気のせいだと思うんだけど、実際全然嬉しくないね。ソース焼きそばになりましたって本気でやりに来てない。だってこれみんな推しの焼きそばと名前で出てるわけじゃないもんね。焼きそばに
一番好きな焼きそばは 何ですか。塩焼きそばが一番好き。え、塩焼きそばが一番好きなソース焼きそばなの。さあ、というわけで第1部終わったんですが、第2部どうしようかね。第2部なあ、4時ぐらいからやるか。第2部、第2部何やるかな。焼きそばの次は何だ。第2部紅白戦焼きそばでやる。みんな、あ、でもそういう紅白戦も面白いかもしれないな。なんかその例えばその紅白戦で分かれるじゃん。まあ今日じゃなくてね。いや、だから各そのチームメンバーに役割を与えて、そう、先方とかじゃなくて麺、ソース、キャベツで勝敗に応じ、だ勝ち残った人たちの素材で作って美味しかった方の勝ち。だ負けだよね。うん、逆にあれだよね、勝った方もさ、そばが負けてたらそばなし、焼きそば、焼きソース味の野菜炒めだ、ソース、青のり、紅生姜の可能性もあるよ。それはちょっと面白いかもしれない。勝敗に関係せず試合の勝率に関わらず金勝てる。そう、負けた大将だね、そばだ、審判にもよるよね。やっぱ美味しい、や、美味しいけど焼きそばじゃないよねっていう可能性ある。でもそれだったら勝ってるやつの方が美味しくない？絶対。だ、それあれじゃん、それ勝ったやつ、チョコレート担当のやつ勝っちゃダメじゃん。いや、だからその焼きそば紅白戦の場合は試合の合計数では負けてるんだけど、やっぱ味で勝ってるから勝ったのはこっちみたいな。ああ、そういうことよ、それはある。だ、紅生姜と、で紅生姜とさ、ソース、青のりだけ買ってもね、美味しくないもんね。その代わりだって焼きそばと野菜買って、焼きそばと野菜炒めただけの方がまだうまいじゃん。ああ、そういうのはちょっと面白いのかもしれない。新しい発想がこの焼きそばによって、焼きそばによって生まれた。あるな、結構面白そうじゃない。焼きそばにこだわらずいろんなのでいける。いや、そうだから、なんかただ単に素材抜いてるだけだから、まあ、そうだね、うん、なんか調理まあ、ただ単にあの紅生姜がただ単にソース青のり味の生姜になるだけだから。
なるほどな、その発想が今生まれた、初めて生まれた。何がいいかな、第2部でかくないこれ、でかくない第2部何がいい、もう第1部が遊んでんだよな。内容はね、内容は遊んでんだよな。あ、じゃあ内容は真面目なんだけど、第2部ぬこさんとかって来んのかな。まあ1時間以上空いてもな。そうね、第2部何がいいかな。いいよ、それでもいいよ、フリップでもいいよ。むずい。あ、全然フリップでもいいよ。もう100円欲しいけど。あ、じゃあいいよ、フリップ解放しようか。じゃあもう100円だけくれ、もう100円だけ。